お待たせいたしました。11時42分発、特急足摺飯盒中村行き、まもなく発車いたします。ご乗車には乗車券の他に特急券が必要です。高知を出ますと、次は旭に止まります。
るのにご注意ください。ご乗車ありがとうございました。まもなく朝倉に着きます。お出口は左側です。開くの後、お足元にご注意ください。ご支援いただきました金庫は、ホームにて車掌にお渡しください。車内にお忘れ物なさいませんよう、ご支援ください。朝倉を出ますと、次は移動に止まります。島田さんにご注意ください。
側です。開くの後、お足元にご注意ください。ご乗車いただきました切符はホームにて車掌にお渡しください。車内にお忘れ物なさいませんようご支度ください。二度出ますと次は坂上に止まります。ご注意ください。
乗車ありがとうございました。まもなく佐川に着きます。お出口は左側です。開くの後お足元にご注意ください。車内にお忘れ物なさいませんようご視聴ください。佐川を出ますと次は須崎に停まります。閉まるのにご注意ください。
ご乗車ありがとうございました。まもなく須崎に着きます。お出口は左側です。開くドアとお足元にご注意ください。車内にお忘れ物なさいませんようご支度ください。須崎を出ますと、次は土佐久礼に停まります。ご注意ください。
川に停まります。
まもなく久保川に着きます。乗り口は左側2番乗り場の到着です。開くと後お足元にご注意ください。車内にお忘れ物なさいませんようご支度ください。乗り換え列車のご案内をいたします。宿線三川崎方面普通列車宇和島行き13時21分、本がありまして4番乗り場からの連絡です。土佐黒潮鉄道普通列車中村行き14時ちょうど、本がありまして1番乗り場からの連絡です。東海より土佐黒潮鉄道線に入り乗務員が交代いたします。今日も JR 四国をご利用いただきましてありがとうございました。東海を出ますと次は土佐相模に停まります。